こんにちは、すれずれママです。いつもありがとうございます。このチャンネルでは私が読んだ本を元にしながら、人生のこと、命のこと、はたまた宇宙や自然のことなど、いろいろ話してみたいと思います。毎日の生活にちょっと疲れたとき、自分が今何をすべきか悩んだとき、あなたの生きるヒントになれば嬉しいです。それでは最後までお付き合いください。 面白い本を見つけました。タイトルは、ストレス革命、悩まない人の生き方という本です。著者はテストステロンという方です。著者のプロフィールを見てみると、学生時代の体重が110キロもあったそうです。しかし、アメリカに留学中に筋トレと出会い、40キロ近いダイエットに成功したとか、その後、筋トレと 正しい栄養学の知識を日本に普及させることをライフワークとされているそうです。しかし今日ご紹介する本はダイエットや筋トレの本ではありません。何が面白いかというと、実はこの本の前にストレスゼロの生き方という本を出されているんですが、この2冊でセットなんです。しかも今回ご紹介する本は、 もう片方の本の内容をすべて否定したものになっているんです。確証バイアスという言葉をご存知ですか自分の仮説や信念を検証する際に、それを指示する情報ばかり集め、反証する情報を無視、または集めようとしない傾向のことを言います。自分がこうだと思ったら、それに賛成する人の意見は聞くけど、 ちょっとでも反対の意見を言う人に対しては、その意見を受け入れられなかったり、その人のことを悪く思ったりしてしまうってこと、誰にでもありますよね。インターネットでも自分が思っているのと同じようなものは見るけど、そうじゃないものは頭から見ないってこともよくあります。これに支配されると、客観的なものの見方ができなくなり、誤った意思決定をしてしまうんです。 この確証バイアスに陥らない有効な手段として、クリティカルシンキングというものがあります。これは批判的思考ともいい、自分の思いに対して、なぜどうしてそれ本当と批判的な意見をわざとぶつけ、感情や主観に流されずに物事を判断する思考プロセスです。前作のストレスゼロの生き方は、 世間によくある定説。そして今回はその真逆なことが書かれています。本当は一冊目からご紹介した方が良かったんですが、何しろ何も知らずに二冊目から読んでしまったもので、順番が逆さまになってしまいました。そこで今回は否定の方の話です。いろいろなところで目にするものと違った視点での話になると思います。 ちょっとした驚きがあったりするかもしれません。でもこのシリーズのテーマをご理解ください。テーマは2つ。考え方に正解なんてない。自分に合うなと思う考え方だけ自由に取り入れてくれたらいい。もう1つが思考は武器みたいなもん。時と場合に合わせて最も適したものを選んで使えばいい。ですから、 たとえ今までの考えと違ってもこれいいなと思ったら使ってみてください。それでは始めます。コントロールできないことで悩むのをやめない。仮に自分でコントロールできない問題があったとしましょう。そこで仕方ないと思わず、このコントロール不可能な問題を コントロール可能な問題にするにはどうすればいいか考えてみましょう答えはコントロールできる部分すなわち自らの行動を変えるこれでほとんどの問題は解決できます例えばてるてる坊主を作って天候をコントロールしようとするのが間違った解決法雨が降ってもいいような万全の準備をしておくことが 正しい解決法です。コントロールできないからといって何でもかんでも諦めずにコントロールできる部分とできない部分を切り離してコントロールできる部分に全神経を集中しましょうそしてコントロールできない問題すらも潰してしまいましょうモチベーションを保とうとするのをやめない。 誰しもやる気が出ないってことありますよね。そもそもモチベーションが保てないということは心からやりたいと思っていることじゃないからやめてもいいんです。でも人生にはやる気が出なくてもやらなければならないことがよくあります。例えば学校の勉強とか就活とか語学の勉強。仕事もそうかもしれません。 どうしたらモチベーションを保つことができるでしょうかそれは努力した方が得だと脳に認識させることです。つまりその努力をすることで何が得られるかを思いっきり妄想してください。心配をやめないよく心配はストレスのもとと言いますが、 それはその心配の精度が低いからだそうです。精度の高い心配は逆にあなたのストレスを取り除いてくれるんです。そもそも人類の祖先は心配する能力に長けていたからこそ生き残り、自らの遺伝子を現代まで残すことができました。だからより良い未来を生きていくために最悪の事態を想定し、対策を考えましょう。 そしてこれ以上心配しても無駄だというところまで行ったら心配などスパッとやめて思い切って一歩を踏み出しましょう何も考えないのはポジティブなのではなく単なる思考停止です理不尽を受け入れるのをやめない理不尽な理由でなぜか自分が怒られたり責められたりすることがありますよね そんなとき、相手に、それは理不尽だと言ったり、反抗的な態度をとったりしても、余計に相手が理不尽になるだけです。だって、相手は自分が理不尽なことをしているという自覚がないんですから。だからそんなときは、理不尽だと気づけない人なんだな周りからも迷惑がられてるんだろうな気の毒、と思って軽くあしらえばいいんです。 いちいち拒否反応を起こしていては前に進めません荒波が押し寄せてきたと思って正面からぶつかるのではなくうまく乗りこなしましょう自分と他人をを比べるのをやめないよく他人と比べなくていいよと言われますが今回はその反対他人と比べろという話です 他人という指標がなければ自分の能力を正確に押し量ることができません。他人と比べることで初めて自分のどこが優れていて、どこが劣っているのかがわかるんです。その情報をもとにあなたは自分の優れている部分を伸ばしていけばいいんです。ただ自分と他人を比べることにより生まれる劣等感や優越感には気をつけましょう。 あくまでも自分の能力を的確に把握するためだけに比べましょう。無駄な努力をやめない。例えば、受験に合格するとか、大会に優勝するという目的があった場合、その結果が得られないような努力は無駄だと言われるかもしれません。でも、 努力をすれば必ず成功するというわけではありませんが、成長は必ずします。成功という軸で見たら無駄な努力はあるでしょうが、成長という軸で見たら無駄な努力などありません。努力によって手に入れた成長や経験は必ず今後の人生の中で生きてくるときがあるでしょう。お人よしをやめない。 お人よしって、あまりにも優しすぎて、周りに利用されて損ばかりしてしまう人のこと。だからといって、他人に優しくするのをやめるべきなんでしょうかそうではありません。悪いのは、あくどい連中であって、変わるべき人は、お人よしの人ではなく、あくどい連中の方です。誰もが困っている人を助けたいという気持ちを持っていますが、 なかなかできないものです。後になって、助けてあげればよかったとか、自分って冷たい人間だと罪悪感を持つこともよくあります。でも、お人よしの人は、そんな罪悪感とは無縁で、自分のことを好きでいられるでしょう。また、お人よしの人の優しさは、巡り巡って、必ずその人に返ってきます。まさしく、因果応報です。 他人の評価を気にするのをやめない。他人の評価を気にしてばかりいると、自分の人生が他人の人生になってしまうとよく言われます。とはいえ、人間は一人では生きていけません。何らかのコミュニティに属し、競い合ったり、助け合ったりしています。コミュニティで生きていく以上、他人の評価を全く気にしないというのは現実的ではありません。 では、どうすればいいのでしょうかそれは、気にする他人の評価を限定することです。つまり、尊敬する人、仲の良い友人や家族といった、あなたの大切な人たちの評価だけを気にすればいいということです。他人の評価の範囲を広げすぎるから疲れてしまうんです。すべての人から良い評価をされるなんて、不可能。 それはさっさと諦めて一部の大切な人たちの評価を慎んで受けその人たちにもっと評価してもらえる自分になれるよう努力していくことが大切だと思いますさて、ここまではやめないというテーマで書かれている25の項目の中から8個お話ししてきました次に捨てないというテーマの話を 18個の中から5個選んでお話します。でもとだってを捨てない。でも、だっては言い訳や否定。否定から入ったら前には進めません。しかし、考え方を変えてみると、否定から入ることは最高のリスク管理となるんです。何でもかんでも何とかなる。 考えて現実を見つめずに進んでいくのは真のポジティブではなくて単なる思考停止です。最悪の事態を想定した上でそれでも自分なら何とか打開できると信じて突き進むのが本当のポジティブなんです。しかし否定から入るということはまずはじめにできない理由を考えなかなか実行できない人が多いというのが現状です。 そこでおすすめなのが、でも、だっての後に、じゃあ、だからを付け加える方法です。テストステロンさんが例として挙げているのが次のようなものです。起業したいな。でも、起業は甘くない。じゃあ、まずは副業として始めてみよう。だって、私には才能もコネクションもないもん。だから、 もっと努力したり人脈作りを頑張らないとつまり悲観してから楽観的に動くんですこれが最強の思考プロセスです私なんてを捨てないどうせ私なんてと思ってしまう人は自分に自信がない人が多いですでも全然問題ありません 自分に自信がないので謙虚でいられます。私なんてタイプの人に覚えておいてほしいのが根っからダメな人間なんていないということです。ダメな行動をしているだけなんです。そして行動は今この瞬間からでも変えられます。だから自分なんてと自らの存在そのものを否定するのではなく自分はまだまだダメだ。 よし行動を変えてもっとすごい自分になるぞと前向きに考えればいいんです悪い人間関係を捨てない悪い人間関係というと例えば反対意見ばかり言ってくる人気が合わなくて苦手な人その他いろいろありますよね確かに気分よく過ごすことを考えたら すぐにでも縁を切るべき人でしょう。でも、自分の成長ということを考えたとき、これらの人たちはあなたの人生においてとても大切になるかもしれません。まず、反対意見を言ってくれる人はとても貴重です。また、他人に対して苦手とか嫌いと感じるということは、その人たちといると自分の痛いところ、 弱いところがあらわになってしまうという証拠です。それらを見て見ぬふりをしていたら必ずどこかであなたを苦しめることになります。苦手な人、嫌いな人を避けずに克服することができればあなたはきっと成長できます。苦手な人、嫌いな人はあなたが克服しなければいけないことを教えるために 神様が送ってくださった死者だと思っておきましょう。どんな人にも良い面と悪い面があります。良い面からは学べばいいし、悪い面は反面教師にすればいいんです。周りの人は皆教師だと思えれば、あなたは必ず成長していけます。ただし一緒にいて、自分は価値がないのかな私はダメなのかな と感じてしまう人がいるなら関係を持たなくてもいいでしょうさっさと離れましょう不幸を捨てない幸せは気づくことです幸せはいつもあなたの人生に存在しますでも他人と自分を比べるとどうしても他人の幸せに注目してしまい それを持っていない自分を不幸だと感じてしまいます。この思考パターンに陥ってしまうと、人は一生満足できず幸せになれません。その点、過去に不幸だった記憶を持っている人は強いです。だって、その記憶を忘れないようにしておけば、今の自分がいかに幸せかを感じることができるんです。不幸と強さの関係も見てみましょう。 不幸のどん底を経験した人間は、今、その人生で怖いものがなくなり、強くなれます。あの時も耐えられたから、今回も大丈夫、という強い精神力が手に入るんです。正しさを捨てない。この世には正解など存在しません。このことを念頭に置いた上で、 自らが正しいと信じる道を突き進んでいく。それが人生です。己の正義を貫いて生きてこそ人生を最高のものにできるでしょう。また必ず後悔の少ない人生が送れるでしょう。ただ気をつけなければいけないことがあります。それは自分の正しさを主張するときにすべての意見には一理ある。 絶対的に正しい意見などない。立場が違えば正解も変わる。これらのことを常に忘れてはいけないということです。人は正義を行使するときに相手が間違っているのだから徹底的に相手を攻撃しても構わないと思ってしまいがちになります。正しさは思いやりとセットで持たなければなりません。 以上ストレス革命の中の「やめない」「捨てない」についてお話してきました初めは世間の自己啓発本の真逆を提案する本ってどうなのって正直言って少々うさんくさく思っていましたが踏み進んでいくうちにどんどんはまってしまいました「本当に考え方に正解なんてないんだな」「時と場合に合わせて 適したものを選んで考えればいいんだなって思いました。なんだかこの真逆の考え方がとても面白くなったので欲張って後編もお届けしたいと思います。お楽しみに。この話に共感していただけましたら高評価ボタンを押してくださいね。温かいコメントもお待ちしています。チャンネル登録もよろしくお願いします。それでは次回をお楽しみに。 最後までご視聴ありがとうございました。